どうも、赤瀬あかりです。今回はアイドリッシュ7の九条天風メイクをしていこうと思います。こっちか、眉つぶしがさ全然うまくいかなくて、セピアクールワンデーのストロベリーというお色です。やってみよう。はい、こんな感じです。下地はこの3つを使いました。コンシーラーに2つを使っています。はい、目の周りにシャドウを入れていきます。ジバンヌのミックスカラーチークの5番のこの色をアイホールに全体的に塗って、角にこの色を使っていきます。今アイホールの全体にこれを指でね、こう全部塗って、でここの色をサイドのこことここで、下のこことここに塗ってます。この色でもうちょっと影とかつけていきます。はい、ここの色を使ってやっていきました。次はこれでまつげの間を、この内側、ここの部分を黒く塗ります。でこれでアイラインの下書きをしていきます。これペンシルね、100均です。はい、今内側にアイラインを引いて、でちょっと下書きを入れてる状態です。ここも描いてます。この状態でノーズシャドウを入れます。この100円ショップのやつのここの色とここの色で、今回はこっちの、これも100均のやつのこの色を使ってきます。入れる感じとしてはこう入れて、ここ入れて、ここ入れて、ここ入れるって感じです。いってみよう。はい、ノーズシャドウ入れ終わりました。これで眉毛を描いていきます。ペンシルの三吉のちょっと色がわからないです。色がわからない、待って、何色これ。ビューティーカバーペンシル1って書いてある。これ使うのと、レッドの色、何色使うかも決めてなかったけど、コソコソ使っていきます。はい、これさ、眉毛やばくない？これ外していいかな？外していいかな？え、眉毛ちょっと納得いかなかったんでやり直します。で、あ、じゃあとりあえずこれで上塗っていきます。はい、これで今こういう状態になりました。これに影を入れていきます。影はさっきノーズシャドウに使った色と、ここら辺のここら辺の色を使って、ブラウンとか使ってやっていきます。はい、このね、ちょっと下にだけ入れました。はい、これでチークじゃないけど、チークかちょっとだけ入れていきます。これでアイラインを引きます。これとこの2つを使って、ここにアイラインを引いていきます。はい、アイラインを引けました。こんな感じでシャドウを入れていきます。下の涙袋のところにさっきのペンシル、このペンシルを塗って、ここのここをこう線をつけて、そこにライトにこれを入れます。でキラキラしてるとあまりよろしくないから、キラキラしたやつじゃない方がいいなって人はここら辺の色を使うのをおすすめします。目の周りのこのここの二重ラインにもこれで線引いていきます。はい、こんな感じで描きました。で描いたらここの内側にこれでもうちょっとだけ二重のラインを濃ゆくしていきます。で目の周りに茶色のシャドウを入れていきます。はい、ここでシャドウを結構入れました。リップは結構お好みです。リップの色をつけたい人とつけたくないタイプの人がいると思うので、私はつけたいタイプです。キャンメイクのリップ使ってウェットティッシュで一回落とします。で塗り終わったらこのドム&ジューシーの13番、最近ハマってますを塗っていきます。でこれもティッシュでオフします。でこれ塗り終わったら上からディオールのマキシマイザーを塗っていきます。 OK です。
リップはこれで終わり。で、鼻の下にもシャドウを入れていきます。ノーズシャドウと同じやつで、この色で鼻の下にシャドウを入れていきます。で、口の下にも入れていきます。で、とはハイライトとかも全部パレットの白で入れていきます。このね、このパレットの白で入れていきます。ココスの時とかは自撮り結構消えやすいので、フィルターとかで飛んでいっちゃいやすいので、メイクがこれだけ気をつけて。で、シャドウの、私インラインしか引いてないので、シャドウでアウトラインのところにちょっとだけ濃ゆくラインを入れていきます。はい、終わり。とりあえず終わり。下まつげを塗りたいので、下まつげにこれを使っていきます。はい、これでウィッグかぶって終わりです。はい、フィルターに変えます。はい、ここまで見ていただいてありがとうございました。どうですか、どうですか。もうすごい、なんかね、前の時に固めすぎてウィッグをやってしまったなって感じですね。ガチガチだったんで、ちょっと固める度合いにも問題があるかもしれないです。あと眉つぶしダメでしたね。眉つぶしシールはすごい、多分眉毛の量にもよると思います。本人の眉毛の量で大いに貼り付き具合が変わってくると思います。こんな感じです。ありがとうございました。はい、なんかあんまりメイク参考にならないかも。でもフィルターで消えちゃうからすごく濃く描きます、私は。はい、よかったら参考にしてみてください。今日も見ていただいてありがとうございました。よかったら見に来てください。バイバーイ。